今、印刷業界は厳しい環境に置かれているということで、新しい参入者がなかなか出てこないと業界では言われてますけど、私はちょっと違ってます。それは新しい参入者がどんどん印刷業に参入してきてるっていう事実があるわけです。それは印刷機械がなくても印刷物を相談を受けることができるようになるわけですね。それはここにご紹介しているプリントカフェとクリエイターズカフェというものが2つ私たちは用意してあるわけです。ですからインタビューさえできればコピーライターが文章を作ってくれるわけです。そしてクリエイターズカフェにはデザイナーがいますから、今回こんな DM が作りたいとか、こんなチラシが作りたいとか、こんなパンフレットが作りたい、こんな会社案内が作りたいって言ったら、写真とそれからコピーがあればデザイナーがレイアウトしてくれるわけですね。でもその人たちは、逆に動画で、この商品の説明がしたいとか、ここから注文通販サイトにつなげたいといったら、このクリエイターズカフェの中にソーシャルメディアの制作ができる人たちが組み込んでありますから、印刷はプリントカフェ、そして制作はクリエイターズカフェの人たちに頼めば、インタビュアーさえいれば誰でも印刷会社になれてしまうんですね。で、印刷物に落とす時にはそこに、印刷通販とか印刷機を持った人たちがいるわけですから、印刷の機械がなくてもできてしまうわけです。そんな時に、コピーライターだとかデザイナーの人も印刷物を受けることができますから、印刷会社になってしまうわけですね。通販サイトだとかランディングページが作れる人たちも印刷物まで受けてもいいわけですね。もっと話を膨らませると、例えば今ハンコの業界は非常に厳しいわけですね。でも駅の地下鉄のそばにハンコ屋さんっていうのは今でもあるわけです。スペースはそんなに広くありませんけど、そこにインタビューができる、ネットワークがあれば、あとは Zoom でやり取りもできるわけですから、常駐する必要もないわけですね。ですから、ハンコ屋さんの業態を、そのようなソーシャルメディアをから受けれる印刷業になったらどうでしょうかと。同じようなところでは文具屋さんがありますね。それから書店もそうですね。から新聞販売店も厳しいですね。地方の喫茶店でこんなことが受けれるような形にすれば、どこでも印刷会社になれてしまうわけです。ですから、非常に今苦しんでる印刷業界っていう業界ですけど、そこに新たな参入者としては今言ったクリエイターの方たち、そして、リアルなハンコ屋さん、本屋さん、それから文具屋さん、新聞販売店から喫茶店、そんなところもこれからの印刷受注の窓口になり、今までの印刷会社と違ってソーシャルメディアの相談も受けれるような新しい形の販促デパートというか、販促百貨店になっていくのではないでしょうか。